車内から東方右へ分岐するのが、堀切保線基地への線路地図。堀切信号場は、兵庫県西宮市にある、阪神電気鉄道本線の信号場である。高路園駅と内出駅の間に位置する。東信号場を境に、大阪方面は、高架線、神戸方面は、地上線となっている。阪神本線には、もともと、今津駅に、保線基地が、福島駅に、 機道検測者の基地が置かれていたが、それぞれ連続立体交差事業により、今津は高架化、福島は地下化され、いずれも基地を併設できなくなったため、これらの基地を統合して、掘り切り補線基地が設置された。当信号場は、同基地と本線を結ぶためのもので、補線用及び工事用の機器が出入りする。なお、掘り切り補線基地は、高架構造であり、周囲とは、 高い外壁に囲まれているため、速道などから内部の様子を伺うことはできない。2014年9月11日午前2時過ぎ、東信号場内の分岐器場で、レール運搬車が脱線し、約4時間後に復旧したがダイヤに大幅な乱れが発生した。事故後、信号場内の横取り装置のうち、本線のレールに覆いかぶさる部分に、黄緑色の塗装がなされた。 下り線から堀切り補線基地への出入り線が分岐し、上下線間の渡り線もある。なお、本信号上の出入り線や渡り線を使用するのは、深夜の補線作業に従事する危機軍のみであり、日中の営業列車への影響をなるべく避けるため、分岐器はすべて横取り装置となっている。ありがとうございます。